平野賞、ガン・ユータ、神宮寺ユータのファッション革命、現代とヴィンテージが激突する瞬間。ナンバ・ーアンダーライン・アイ・パイプ・ゴート、J ・ p o p コーチャ・エラ。平野賞の現代的エレガンス。平野賞は、ルイ・ヴィトンのブランド大使として、その洗練されたスタイルで多くのファンを魅了しています。特に、彼のファッション選択は、モダンでありながらもタイムレスなエレガンスを体現しています。 では、彼が最近のイベントで着用したアイテムを詳しく見ていきましょう。ジャケット、541円、400。このプレッピーな黒のコットンアビエータージャケットは、取り外し可能なフリースカラーとレザーのストラップで装飾されており、ルイ・ヴィトンのレザー製品の伝統を思い起こさせます。また、チラーとのコラボレーションで導入された遊び心のあるモノグラムクレイジーモチーフがエルと裏地にアクセントを加えています。 胸元には刺繍されたルイ・ヴィトンのロゴがあり、このカジュアルでありながら洗練されたピースにスマートな仕上げをもたらしています。T シャツ209円800。この柔らかい白のコットンニットクルーネックは、チラートのコラボレーションによるこのコレクションの喜びに満ちた世界観を表現しています。胸には繊細なパステル調のブルーミング LV シグネチャーがインター社で施され、 背中にはピンクのヴィンテージ風のレタリングでルイス・ヴィットンがあしらわれています。このエフォートレスなピースはカジュアルなルックに新鮮な春の雰囲気をもたらします。ジーンズ294円000ルイ・ヴィトンのモノグラムデニムコットンロゴジーンズはモノグラムとロゴ、ストリートスタイルを組み合わせた一着です。ストリートスタイルと高級ブランドの融合を見事に体現しており、 2024年の春夏コレクションの中でも特に注目されています。アクセサリー195円 000LV ラバーズスタズは2024年春夏コレクションの新しいモチーフの一つでルイ・ヴィトンのロゴが刻まれたフックとキーリングに取り付けられています。このゴールドメタルの装飾はアンティーク風のエフェクトと独特のスタッドパターンで装飾されており彼のベルトにアクセントを加えています。 スニーカー526円 000LV トゥレーナスニーカーはモノグラム柄のファブリックで作られておりバージル油っカによってデザインされましたバスケットボールシューズからインスパイアされたこのアイコニックなデザインは制作に7時間を要しルイ・ヴィトンのブランド名がサイドに2色のラバーソールにはモノグラムの花柄が施されています神宮寺優太のレトロモダンなアプローチ神宮寺優太は 現代的なスタイルとレトロな要素を組み合わせたファッションセンスで知られています。T シャツ27円000セイントマイケルの FD アンダーライン SSTE はアニメフリーダムとのコラボレーションによるもので退色したホワイトボディにビンテージ感のあるプリントが施されています。製造過程上の加工により色落ちや色ムラ、軽微な穴などが見られますが これもデザインの一部として楽しめるポイントです。ジーンズ41円000アダーエラーのロゴパッチワイドレッグジーンズはミディアムブルーのコットンデニムで作られており、ブリーチエフェクトとディストレス加工が特徴です。フロントにはボタンとジッパーで開閉でき、後ろにはロゴパッチがあしらわれています。ジャケット40円000人偶自由多が着用しているジャケットは、 1960年代風の柔らかなモスグリーンの色合いが特徴です。このヴィンテージ感あふれるアイテムは、モダンなスタイルにレトロな魅力を加えています。岸ユ太タのヴィンテージスタイル。一方で、岸ユ太タはヴィンテージスタイルにこだわり、その個性的なファッションセンスで注目を集めています。T シャツ。岸ユ太タが着用している T シャツは、2004年に制作された鋼の錬金術師。 のエドワードとアルフォンス・エルリックが描かれたヴィンテージアイテムです。この T シャツの価格は不明ですが、その希少性とデザインの魅力から、ヴィンテージ市場で高い価値があると推測されます。時代を超えるファッションの力。これらのアーティストたちのファッション選択は、ただのトレンド追従ではなく、自分自身のスタイルと個性を強調するための手段です。彼らのスタイルは、 それぞれの個性と時代背景を反映し、ファッションがいかに自己表現の重要な一部であるかを示しています。ファッションは常に進化し続けており、現代のトレンドとヴィンテージの魅力を組み合わせることで、新たなスタイルが生まれます。彼らのスタイルから学ぶべきは、ファッションにおいて重要なのは自分らしさを失わないこと。そして、時には過去のスタイルを取り入れることで、 より深い意味と個性を加えることができるということです。あなた自身のスタイルにどのように過去の要素を取り入れますかまた、現代のトレンドとどのように融合させますかファッションは自己表現の一部であり、他人とは違う自分らしさを表現するための手段です。あなたも自分だけのスタイルを見つけ出し、時代を超えるファッションを楽しんでみてはいかがでしょうか平野賞のスタイルから学ぶ。 平野章のスタイルは、現代的なエレガンスと伝統的な要素の融合が特徴です。ルイ・ヴィトンのアイテムを巧みに組み合わせ、モダンでありながらもタイムレスなファッションを実現しています。彼のスタイルから学ぶべきことは、品質とデザインにこだわり、自分自身を洗練された方法で表現することの重要性です。また、彼がブランド大使としての役割を果たしながらも、自分自身の個性を失わない姿勢は、 ファッションを通じて自己表現することの重要性を教えてくれます。岸ユ太タのヴィンテージスタイル。岸ユ太タのヴィンテージスタイルは過去の魅力を取り入れながらも現代的な視点で再解釈することの重要性を示しています。ヴィンテージアイテムはその歴史と希少性から特別な価値を持ちますが、それを現代のスタイルに取り入れることで新たな魅力を引き出すことができます。 彼のスタイルから学ぶべきは過去のスタイルを尊重しつつ自分自身の個性を加えることで唯一無二のファッションを作り上げることです。神宮寺勇太のレトロモダンなアプローチ神宮寺勇太はレトロな要素と現代的なデザインを巧みに組み合わせることでユニークなスタイルを作り出しています。彼のファッションは過去と現在をつなぐ橋渡しのような役割を果たしており ファッションが時間を超えて進化する様子を象徴しています。彼のスタイルから学ぶべきは、新旧の要素をバランスよく取り入れることで、時代を超えた魅力を持つスタイルを作り上げることです。ファッションの進化と個性の重要性。ファッションは単なる衣服の選択以上のものであり、自己表現や文化的なアイデンティティの反映です。現代のファッションアイコンである平野翔や岸優太。 神宮寺勇太のスタイルを通じて、私たちは自分の個性をどのように表現するかについて学ぶことができます。彼らのファッション選択は、それぞれが持つ独自の魅力を引き出し、個々のスタイルに新たな命を吹き込んでいます。